これはだから野球感が変わったから、うん、嬉しくなっちゃって、うれだ、今の高校生もやれよっていうウエイトやれウエイトってあれは、はい、まあ、なんか俺がな学んでる筑波大の先生とか、はいはいはい、とかそのスポーツ医学の先生から言うといいタイミングだったと思うのは、はあ、身長がだいたい10とか15センチと一気に伸びる年がある、はい、伸びる20センチとか、はいはいはい、あれを過ぎて2年後から加重するものは意味があるっていう、だからそうするに加重すると自重じゃなくて加重は怪我をするだけっていう先生も多くて、だからタイミングも良かったんだよ、何にも分かってなかったんですか。そうだ、偶然、ああ運持ってんのよ、偶然です。その頃あったの、毛はバッチリ男性ホルモンだから、何だろうな、それで何ホームラン出るようになって、それで楽しくなっちゃった。楽しかったですね。あ、いや、もうやっぱりな、中学校も軟式だったんですよ、うん、で硬式のボールが重いし、うんうん、やっぱり打った時にやっぱ負けるじゃない、当たり前にするじゃないですか、うん、で飛ばなかったから、いやーこれやっぱ公式難しいなとずっと思ってたんですよね。本当にいるもんな、戻ってる子な、戻、そうそうそう、おっ一瞬戻って一瞬押されるじゃないですか、あ戻ってるって子いるもんそんな状態になったのが逆にガンガン押せるようになったから、周りもびっくりだ。じゃあ、ただ県議所って有名なとこ、じゃあ中学からカリカリでもそこそこ有名だったんだ。じゃあそこに行けるって、いやいや全然有名じゃないです。勉強で入ったの、勉強、公立高校なんで、県立だから、そうそうです、だから勉強するしかないです。勉強で入ったの？勉強、今一応勉強で入って、裏口とかじゃなくて？裏口ないんですよ野球でもなくて、ない、野球推薦が大体僕なかったんで、あ、ないんだよ、俺らの時なかったんで、あ、やっぱないですよ、ね、ないない、もう勉強、そこの学校の勉強に合わせて、うん、そう入って、うん、っていう流れだったんで、で普通に入って、いじめとかないの？先輩後輩の、いや、まあ、いじめというか、まあまあありますよ。あった集合、あって集合、集合です。通いなわけ、みんな、要するに岐阜県内の子しかダメなんで、ああそう、県内の遠い子はあの下宿していいんだ、下宿で、あとはみんな大体みんな通うんですね。うん、ベンチャー通えたの？僕はもうめちゃめちゃ家近くて自転車で5分なんです。最高、最高で、しかも本当だったら学校から近すぎると自転車の許可が下りないんですよ。あ、なるほど、無理やりちょっと何百メーターか伸ばし て, 伸ばして自分であの紙にで許可もらってたぐらいカーンっていう音が聞こえるぐらい中学の時な、家帰ってくると研究所、カーン練習始まってるよぐらいの近いの、まあまあ近いですよ、歩けよで5分なんで、あ、だから要するにみんなもう練習終わってヘロヘロで帰ってましたね、ここで。もうバスなんかさ、死にそうでしょ。立って寝るって本当だから、いやいや、ガクーンって。そんな状態なのが僕は5分で家着くから、めっちゃラッキーだったっす。すぐ飯食えるし。すぐ飯食えるし、で、すぐ学校もギリギリまで寝せられるんで。だそういうやつらギリギリに来るんだよな。ギリギリ。僕らまだ緩い方でしたけどね、やっぱ。私立とか。ああ、すごかった。PL なんかエグかったらしいもんな。え、ベンちゃんは誰と同期？ PL とかだと。PL はいな、あ、PL はいないんです。立浪と、立浪さんは4つ上です。立浪さん若いんだね、ベンちゃん。まあ一応見た目は立浪さんじゃない、立つっていいぞそれね、立浪さんも言うんですよ、やっぱし。なんか入団、あ、僕は FA でドラゴンズ行ったじゃないですか、うん、行った時にあの敬語使われるのに違和感あったって立浪さんが立浪さん、よろしくお願いします言うと、おう、ちょっと違和感があったらしいです年下に感じなかったっていうそうだろうな、そう、立つ若いしな、立浪さん見た目若いですから、まあ、若いの若いです。え、じゃあ誰誰、え、だからもしそれと今誰って言ったっけ、東海地区は稲葉あ、稲葉同級生、あとは広行、高木広行、あ、広行、広行が競泳の、競泳慶応か、競泳駒沢です。あ、駒沢だ、競泳駒沢で、稲葉が中京法政、うーん、そうです、エリート、あの2人はやっぱ有名だったの、あ、有名です。広行は甲子園で3本ホームランってますからね、あんなちっちゃいのに、そう、最初3本ってんですよ。二刀流だったの知ってます？大学でも二刀流、あの体で。ちっちゃかったの？広行は大学でも二刀流ですよ、セカンドとピッチャーと、はあ、バリバリセンスありますから、はい、びっくりしました。バッティングもじゃあホームラン打つってことは力あったの？いや、力あったんですよね。プロ入ったらもうどうしてもなんかレフト前みたいな感じでやらされてたんだな、ね、じゃあ。
いやいや本当ね、やっぱいいめっちゃいい選手だったっす。東海地方は東海地区稲葉なんかもじゃあ高校の時も大スターとかもう稲葉ありみたいな、あのままの大きさだったんで、でかでかかった、こいつでけえと思ってでバーガーあんなでかかったの、あのままです、でかかったです、びっくりしました。でさ稲葉がさプロ入ってきて、はい、川原が、はい、川原ジャイアンツの、はい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 、がちょうどもうデビューする頃 で、はい、でまあ球受け、俺ちょっとファームで手骨折して、はいはい、リハビリ終わってもう何試合かで上に上がるっていう時に川原を受けたわけ、あ、はいはい、これファームに置くピッチャーじゃないでしょってもうすぐ言ったわけ、はいはい、ああなるほど、もうすぐ使いますよねってで言ってたら、あそこの、ね、昔大宮の方で、大宮市営ですか、大宮市営かな、隣が畑なんだけどさ、三塁側の横は全部畑で、はいはい、そこの球場でやった時に稲葉が新人で入ってたの、はいはい、いやもうあいつ何投げても打ったの、川原から、あで俺3打席目、お前なんでここにいんのって言ったの、はい、新人と、はい新人ですって、なんでやってんの、いやまあファームで頑張りますみたいなこと言ってて、で上上がってきた、川原も上がった、はい、もう俺も戻った、はい、稲葉も上がってきた、ああはいはい、案の定、はい、だから正直覚えてるのは堀内さんとか、どうなんだデーブって言うから、いやいや天才ですよあいつって言ったんだけど、出てきた時にすっとこどっこいだった稲葉が、最初が、うん、はいはい、お前大したことねえじゃん、いやいや絶対そのうちすごいことになりますよって、もうすぐだった打ち出した、あ川原も同級生です、だから、あやっぱそうなの、同級生なんだ、あれ川原こあれ駒大でしょ、駒大で、駒大の時結構多かったんです、だから川原も、うん、広之がいて、本間がいて、あほ本間も、え本間も駒大なの、駒大の同級生、ソフトバンクいたやつ、そうそうですの同級生、あそうすごいな、で川原が当時は大学日本一対、うん、社会人日本一、うん、要するに都市対抗で優勝したチームと、うん、大学選手権で優勝したチームとアマチュア日本一王座決定戦みたいなのがあったんですよ、すごいね、そうです、だから社会人のその時社会人って金属じゃなかった、金属ですよ、じゃあ新金属でもう来るわけ、金属でやるんですよ、お互い確か金属でやったら、使っていいんだ、お互いに金属で、ね、そうです、うんうんうん、やっぱ社会人が強いわけです、やっぱ強いんだ、強いです、全然社会人が強いんですけど、その時川原が日本一だったんですよ、うん、その時は完封したんじゃないですかね、金属を神宮であの狭いと球場、いやそうそうそう、あれを金属であいつが確か完封してるんですよね、あできありえない、当たらないもんな、あいつのまっすぐも質がいいし、そうそう、145、6なんだけど、もうそうそうそう、球が垂れない、そうそうそう、全く垂れないよ、ね、そうそうそう、受けてて低めも垂れないのよ、ふにゃーんと投げるんですから、ピュンってでカーブをウィンってこう、ああそうそうそう、でフォーク落ちるんだまたあいつ、あれは当たんないわ、すごかったです、スライダーなんかもうコントロール良かったもんな、はいはい、完成されてた川原、すごかったですね川原が、あその時代、その時です、じゃあベンチャーはまあその頃福祉で拾ってもらってた頃だもん、福祉でだからまあまあ結局中央の大学やっぱメインなんですよ、うん、ジャパン選ばれるとか六大から始まって六大等々が優先的に行って、うん、でそこから地方の、うん、で今はやっぱり地方が強くなったんで、うん、そういうのはだいぶないと思うんですけ ど、 なるほど、僕らの時代はやっぱり関東の六、うん、大学中心中心ですよね、うん、じゃあの福祉の学校の近くの喫茶店みたいなレストランみたいに行ったの、カヤですか、そう、カヤなんだっけ、あれカヤうまいよな、めっちゃ知ってます、あった、行った、行きました、だって前代4年いて、あはいはい、で上岡がスカウトでいたし、ああ彼が好きなとこ行ってみるか、はい、みたいな、みんな行くんだってね、あれあれは僕まだ当時あそこの近くだったんです、寮が、あちょっと離れてるもんな、今ちょっと離れちゃったんで、グランドからでも、そうなんです、どうなったかなと思って、今の選手もたまには行ってるかもしれないですけど、うん、もうだから当時やっぱ学生でもパチンコするじゃないですか、うん。